次の日、閉ざされた未来。電車がガタンゴトンガタンゴトン出張してきております。いやあ、さすですよ。次の日というホラーゲームを皆さんはご存知でしょうかかの有名なアイムシアウさんによって作られた伝説的ホラーゲームでございます。具体的にどんなゲームか説明すると、 かも、かの変哲もない、えー、男女がね、あの、横スクロールでどんどん進んでいくたびに、毎日を過ごすたびに、どんどん闇犬に侵食されていくような、そんなホラーゲームになっております。このゲームさ、最初に出たのが5年前でね、もう結構いろんな人がご存知なゲームだと思う。それの新作ができるっていうことは、すごい嬉しいことです。久しぶりやな、次の日。お前、えー、真ん中の女の子。お前、割と硬い嫌ないか、お前。始めます。 その日ってね、ワン、ツー、ス横スクロールになったのにさ、その次の作品から横スクロールじゃなかったけんさ、これ見てください。今回は横スクロールです。めっちゃ懐かしい <laughs> こう、横に進んでいきながら進むゲームを進めていくタイプのやつです。はぁ、あ、今日もダメだったなぁ。どうしたお前、いきなり。<laughs> すっごい暗いなお前。<laughs> どうしたテストでいい点取れんかったかな この奥側のさ、ガラスに自分が映るところとかも注目です。ホラーゲームだったらさ、よくあるよね。こういうところに幽霊が出てきたりね。やり直したいな小ふふ。<laughs> この年頃の女の子がやり直したいなとか言い出したらさ、彼氏に振られた。彼氏と別れたけど、またやだ、やっぱり好きだから、よりを戻したいなみたいなが、よ今横通ったバイクの人、すごいリアルに描写されてるなお前。 突然ピョンで出てくることってさ過去の作品でもあんまなかったけんなちょっとちょっと今ビビったちょっとビビったよこれ多分最初の方はあんまホラー描写が出てこないだろうな <laughs> ちょいちょい横通っていく人がすごいリアルなんですけどね <laughs> すっごい鮮明に描写されてるんですけど <laughs> おーおああ やり直したらどうですかやり直したらどうですか何の歌やん <laughs> おっと。どうしたうわあ、まだ電車がガタンコと主張してる。主人公はおいだよみたいな感じで電車が主張してるわ。頑張って。女の子も頑張って。主張してお前、お前が主人公だから。このゲームの主人公、電車じゃないぞ。お前が主人公だから。もっと主張していいやぞ、お前。 ネクラ刑事人口だ名前なんて言うんかなブストスかなお止まった何でこワーコロで止まるん動かんぞ電車が主張してるぞお前これ見よがしい電車が主張してるぞお前止まったけんお前もっとお前も主張していいんぞ女の子ブストスブストスどっ ちょっと待って、これ。こんな感じで靴置かれたら自,自殺っぽい見た目にあるけど、違うよね。ブストス。おい、ブストスあ。ごめん、ブストスとか、ブスみたいな名前で言う、言う。ごめんやけん、ごめんやけん、ちょっと。やり直すとか、や、やり直すってそういう意味な。やり直すってそういうことか、お前。やり直したいなって、お前。過去にも自殺やったことがあるみたいな感じにやってるね、お前。わあ違うこれは自殺じゃない これは自殺じゃないと死んだい。もう一回愛し合うふだり。お前こんな、こんな暗いさくら桜んぼあるかお前。<laughs> そうか。そんだけ彼氏のことが好きだったんやな。けど、別れてしまって喧嘩。一回の喧嘩で別れてしまって。でも後から考えたらやっぱり好きやり直したいみたいな感じじゃねな。 今日もダメダメだったな失敗したんか、自殺。いや、いいんじゃって。もうちょい考えてみ。みんながさ、親とか周りの人がどんだけお前のこと心配しとるか考えてみ。考えたことあるんか、お前は。私ってダメだなダメダメ、いいよ。そんなことないよ。もう一度、やり直そう。 そ人間ダメな時ってあるよ。どうしても。お前、じゃあ先のバイクの人、先を通ったぞ、お前。毎日同じ時間にここ通るタイプの人だったからな。<laughs> どうだもん、いとこに考えてしまうけど。そろそろ来るかそろそろ来るか向こうからのガラス。なんか映るんじゃんか映るんじゃんか映らない。映らないな。おかしいな。どうぞ開いてるね。 あとドア開いてるね。向こうか誰がいるね。ちょっと映ってるね。僕には見えるよはい、まだこれ、さっきの人。なんか横通る人さ、毎度毎度同じところススで違うやんけどさ。なんかタイミングよくさ、ここで通ってね、みたいな感じで指示されたんかな。演出的指示されたんかな。監督、監督おるだろ、うお前。<laughs> この女の子も左側向かって左側監督おるだろ、お前。<laughs> 多分タイミングがずれたらさ、はいカットもう一回取るぞみたいな感じで言われるんだろう、お前。またこのタイミングで止まって、電車がタンことを主張して、何度も言う、主人公はお前ちゃう、この女の子や。電車が主人公で何なの <laughs> 止まるんじゃないだろうなお前止まるんじゃねえぞお前団長出てくるぞお前止まるんじゃねえぞやぞお前やばいぞ今度飛び込んでるさ多分フリーシャー流れてくるぞお前締結 <laughs> のオルフェンズのエンディング止まるなよお前止まるなよお前止まるんじゃねえぞ止まったーお前止まるんじゃねえぞって団長が言いかけたのに止まったでなお前だからよ 飛び込むんじゃねえぞ。せめて飛び込むんじゃねえぞ。はい、飛び込みました。残念でした。団長の忠告を聞きませんでした。この女の子、もう1回愛し合う。2人幸せの空おなり。どしあなたと私団長。 なんか今回さ、この歩きをときに、なんか干渉してこんな、次,いや次の日ってさ、だいたいなんか干渉してくるんような、この歩きをときに、なんだおいおい,おい見てるこっち見てる <laughs> こやっち見てるよ、なんかモナイザーみたいな角度で映っとる。この人モナイザーみたいな角度で映っとるし、目がいってる。今日はもうダメだった。またダメな日だった。 もう一度やり直さなくちゃ。やばい。なんだこれ。同じ日を飛び込む日、同じ日をループしてるような、まだ通ったバイクの人、お前。<laughs> お前、毎日同じ時間にここ通るな、お前。<laughs> それってさ、同じ日を毎日繰り返しちおけんってことか、これ。パラレルワールドとかでも、同じことを繰り返しちおけん、こう、同じ展開に内読んかな、このバイクの人。 バイクの人の運命、絶対ここ通らなあかんっていう運命にされとんじゃあらがえよ。運命あらがえよ、バイクの人、お前。めっちゃすごいもこわしい音聞こえてる。どうしたさっきまでの世界戦だったら工事してない方たのに、今回はちょっと工事して、お前も、あらがえ子供自転車の子供 <laughs> 運命にあらがえん奴がお客さんおるやん、うお、向こう側おるよ、なんか。でも、前の世界戦だったらドア開きとったよね、君 今回ちょっとドア開けずにガラス越しっていうちょっと主張が足りませんな。今回は主張足りませんな。<laughs> よした、来た。今度こそ止まるんじゃねえぞ、発揮してほしいな。止まるんじゃねえぞ、お前。ああ、止まった。ここへ止まったってことはもうこの先進んでいって物語で止まるパターンじゃ、お前。フリーシアまた流れなあかんやつじゃ、お前。 テレレーテ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 レーレーテレーレーテ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 レーレレーレレーレレーー 出るん四文字いきたい、4文字,4文字お前。わあー希望の花 <laughs> もう一回、あい、もういいわ、もう。<laughs> もういいわ、お前。ば、まあたしにしたクランボーはもういいわ、お前。<laughs> 大塚愛がすごい主張してくるやけど。なこのゲーム、主張するしてくるやつばっかりじゃないか。 電車が視聴数かと思ったら、バイクの人だったり、自転車の子供だったり、大スカイだったり、お前。何回やってもダメ。あ、止まった。あ、モナリザはあれモナリザの角度はどうしたんお前。最近モナリザの角度ですごい目で睨んできたよね、お前。もう諦めなきゃ。同じことの繰り返しだよ。どうした後ろ来たー後ろ来たー ガッチリマークされてるガッチリマークされてるお前 <laughs> 将来 U ボールはディフェンスの選手になりそうです。サッカーディフェンスの選手になりそうです。すね、めちゃくちゃ、めちゃ反則に行いきなぐらいにし <laughs>、ガッチリマークしとったなお前 <laughs>。おっ っ止また途中で止まるタイプの、ね、やつやなお前お来たモダンザーの角度モダンザーの角度来たお前その目つきどうやったらできるんだ <laughs> 俺にも教えてお前来た来た男の子もう,もう突っ込まんぞお前次出てきても,も突っ込まんぞお前お人数スラやすすごい人数連れてきたお前 <laughs> 4人来たカルテット来たカルテット来たぞお前なぜ4人になったんだお前 <laughs> みんな、あそこの女の人、見てみーみたいな感じ。<laughs> あ、来た。とうとう来たぞ。今回はやり直してみようとか言おったし。今度こそろとさ、止まるんじゃねえぞ。始まるんじゃない。止まるんじゃないぞ、お前。ここの中の団長。ここの中の団長がつぶやくんぞ、お前。もうやめようって言うてるからな。もうやめて。もう、失敗したくないよ。そうじゃぞ、お前。そろそろさ、 そろそろさ、親が心配し始める頃だと思うんやけどな。普通に外出許されとるからな。目ぇ離しとったら飛び込むこと考えてないんかなってくらい。来た止まらない止まらない止まらない心の。お前ちょっと、でももう一回みたいな感じじゃないぞお前。麻薬すっとるような感覚で <laughs>、お前、続きをてみようかなって思い始めるんじゃないぞお前。もう戻るなよ。 戻るないよお前戻るんじゃねえぞになるぞお前止まるんじゃねえぞからとんわあああ振り返っちゃった振り返っちゃったもう一回だけお前その薬物やめられないパターンに入るような感じやめろお前もう一回だけやり直してみようお前そう,そういうポジティブいらんからなちょっと待って 水の中めっちゃ赤になってるし、水の中めっちゃ赤になってるし、大量に人が自殺したから赤くなりました、みたいな。そんなとの無念を晴らすために赤くなりました、みたいな設定いらんからな、お前。もう一回、もう一回だけ。もれなくなるぞ、お前。やり直すの選択肢がないもんな、これ。どうが書いても絶望ってやつじゃ、お前。もうサイレンやめろ、お前、サイレンは、お前。はい来ました。 もう慣れた効果音じゃ、これは。わあやり直しさせてくれんじゃコンディニュー不可能になってしまった。よ、もうゼロかいゼロ唇が寄ってくるちょっとずつ唇が寄ってきてる <laughs> なんだこの、<laughs> この演出何な,なの独特だな、お前 <laughs>。 おお、戻ってきた。もうゼロ書いて言いながらもう、戻ってきちゃった。コンティニューしちゃったよ。だから雰囲気がえらい違いまーす。もう映る人が全然違いますよ。もうやっぱり今日、今回もダメだったとかそういう問題じゃないぞ、お前。映る人から違うでないか、お前。<laughs> どうしよう。どうしよう。どうしようもないわ、これ。 何かやり直しても無駄なの頭ない今のバイクの人頭なくなったよお前運命に荒れが打ってそういうことじゃないぞお前頭外してみようかなみたいなそんな話じゃないぞお前もう至る所から主張が激しい感じになってるもう視線を感じるいつも同じ失敗を繰り返しちゃうもう疲れたよちょっと待っていい向こう側めっちゃ並んでるやんお前ガラスの映ってるやつめっちゃ並んでるやん丁寧に すごいもがまくしいやつ自転車で通っていたんやけど <laughs> おい <laughs> めっちゃ主張してる向こうの世界からめっちゃ主張してるしかも看板押したし主張しすぎて看板押したぞお前どうしてくれるんだお前トントントンワシントンってねバカかお前 <laughs> もういいだろう もういいだろうお前。やり直しても無駄ってこと分かっただろ。もう一回だけってやったっけんさ。おあ、選客がおる選客がおるでかいお前。自殺者の選客がお前。最後にもう一回だけ。まだやるのお前。もう取、ん、れなくなるよ。最後に。最後に。 やめろお前まだ編集でフリーシャーつける気かつけてないけどさ著作権で歌えられそうだからつけないけどさでももう諦めた方がいいのかな私失敗ばかり繰り返してるやり直せる気がしないよ カンダクス大丈夫だよだいだお前お前そそ泣かすなもう耳を方でささやくなそんなそんな悪魔的な言葉をお前諦ムちゃダメだよザワ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 開示みたいな感じで来るぞお前字幕がザワザワってやり直そうよ勇気やり直したいなよ そうだよ、ね、うわぁまるめこまえだあさりまるめこまだお前石弱い石弱いぞお前何回でもやり直せるんだもんねもう一回やり直そうお前一 <laughs> <laughs> 回決めても何度でも決め直せるみたいなそういうそういう契約プランみたいな感じの話でするなお前 <laughs> わあ、もうやり直すのせいだしかないっすなよお前 はい、出かけました <laughs> えぇええだよ、こ,こっちがええだよ、ちょっと何これ、どういう状態アラーに巻き込まれたような感じにじ、時間が戻らない、戻ることを前提でやってたんかお前 <laughs> お前戻ることを前提でやってたん <laughs> 逆に戻ることを前提でやってたよど どうしてやり直せないの覚悟なんてやり直せるわけないでしょ、正論や。正論や。ふっついて正論ぶつけてきたよ、お前。逆にやり直すことを前提でやってたん、俺、飛び込み。なんなんドキをかける少女的な能力も取ったんか、お前。え同じ失敗を繰り返して。 もうチャンスはなくなったんだよ。そ、そんなた、助けてーヘルプミー助けるわけないじゃない。死ねば全部終わりだよ。 というわけでね、このゲームを通して皆さんに伝えたかった方をね、たとえどんな失敗をしても、どんな心配をしても、自殺はダメだ。頑張ってやり直す勇気を持とう。みんなが見放したって、僕は決めることを見放さないから。前を向こう。そして、止まるんじゃねえぞ。 スタート画面、変わるんじゃねえぞ。